今私はですね、金馬通りに来てます。はい、ちょうどもうそこに米油ホテルですね、ガイハサービスセンターで、ここがロッテですね。はい、向こうの方に行くと、今もうすぐ完成するビンホームメトロポールですね。このビンホームメトロポールの一個向こうが日本大使館ですね。はい、ここは当然もう広い金馬通りなんですけども、今地下鉄の工事が始まってましてね、まあ、ちょっと福音はこんな風に狭められて工事のためになってしまうんですが、はい、まあ、これはもうしょうがないですね。はい、で、今日はね、もう本当に金馬のど真ん中でですね、で、まあ、日本人もしくは外国人向けに、貸してるサービスアパートですね。はい、ベトナム人がベトナム人に貸すのではなく、ベトナム人が外国人のために貸すサービスアパートなんで、そこをご紹介します。はい、ちょっとね、この道をまっすぐ行ったところなんで、そのまま切らずにね、どんな風に歩いて家に着くのか、たどり着くのか、ちょっと行ってみますね。はい、まあ、ベトナムの、まあ、ハノイですかね、まあ、ホーチミンもそうでしょうけど、住むところっていうのはね、やっぱりこの一本中に入った先にもう一つの世界があるって言いますかね、いろんなやっぱり暮らし生活があります。はい、ちょっと行くとね、もう美味しいベトナムフード、ローカルフード、はい、フォーとかブンチャーとかね、ああいうものが置いてある、食べることのできる店があります。はい、この辺りはオフィスがあったり、何でしょうね、家が建ってたり、もういろいろですね、いろいろです。はい、まあ、でも金馬のこういういいところって場所便利なんでね、そういうところに住んでらっしゃる方々っていうのは、まあ、ずっと昔からここに家があって、ずっとおじいちゃんおばあちゃんの代から住んでるんですよね。はい、そんな方々がこう密集している中に、まあ、外国人向けのサービスアパートをやってらっしゃるオーナーさんがいるんですよね。はい、まあ、ここまで今歩きました。コース、新しいね、これ4の美味しいお店があったりします。で、この先行くとなんかね、また広い道があるんですけども、向こうに行ってもお店がいっぱいあります。はい、で、目的のアパートはこちらですね。この道入っていくんですね。はい、ちょっとこの細い道を入っていきます。はい、ちょっと行きますね。まあ、ベトナムローカルですね。ベトナムローカルって感じがします。はい、ちょっと歩いて、また正面にはね、綺麗なアパートが建ったりするんですけども、で、これを今度は曲がった先、26番、ここです。はい。右側はなんかね、会社なんですけどもね、この左側のこれが入り口です。これ入り口。はい。ちょっとね、想像つきにくいんです。ここから奥にズドーンと長いんですよね。ここなんですよね。で、こういう正門の鍵は南京錠の鍵を渡されて、自分で開けて自分で閉めると。で、中にはね、ああいうバイクなんかも置かせていただけるし、自分で使う分に関しては自転車とか電気バイクとか普通のバイクとか、ここに置いてもらって結構です。はい、で、先ほど僕はここで取材をしたんですけども、中で西洋人のすごい綺麗な女性がヘルメットかぶって電話しましたので、そういった方々も住んでる。はい、じゃあね、ここの部屋がどんな感じか、これから上がって、ご紹介しますので、はい、まあ、確認をしてください。これから部屋ですね、取っていきます。7階の部屋ですね。7階の部屋と6階の部屋が空いてると。はい、7階、ここが2ベッドルームの70平米あります。2ベッドルームの70平米。はい、まずはカメラにね、入れていきます。ここはリビング・ダイニング・キッチンですね。リビング・ダイニング・キッチン。はい、窓が一つですね。まあ、今シャッターみたいに閉めてますけどもね、開ければ明るく火が入ってきます。はい、で、ここにあるものは全てもうオーナーさんの備え付けですから、自由に使ってくださいと。マイクロウェーブに冷蔵庫で、まあ、ガスですよね、ガスで、こういうお鍋、台、中で、フライパン、あとは細かいね、カップ類とかこういうグラス類も全部使ってくださいと。サービスアパートですので、まあ、全部つけてくれてますよね、こういう形。はい、で、ここで吸い込んだ煙はダクトは外に出すと、はい、当たり前ですね、に、出してくれます。で、ここはライスクッカーがありますね。はい、で、まあ、一口のキッチンシンク、まあまあ一通りのものは揃えてくれていますので、ゴミ箱とかね、
ボールとか、はい、なんで、まあ、あのこんな感じ L 字型の、まあ、使いやすいキッチンがついてると。エアコンはもちろん 2way 冷暖房両方完備です。三菱エレクトリックの、はい、ミスタースリムっていう名前の日本製のエアコンがつけてありますね。まあ蛍光灯もつけてね、暗くならないように結構明るいですね。はい、こんな感じ。テレビもまあまあ薄型の大きなテレビがあって、ソファーがあると、まあ、このソファーもね、ちょっともうちょっときれいにクリーニングしてくださいということはもちろん入居前にはお願いをしてクリーニングはしていただきます。扇風機もコーヒーテーブルもついてると。床はまあフローリング調ですよね。はい、本物の木ではありませんけども、フローリングの色調で揃えてると。で、この入り口の反対側が2つ2ベッドルームなんで、はい、こちらメインベッドルーム、右側がサブベッドルームですね。ベッドルームにも同じくエアコン 2way ですねがついてます。はい、でここはまあちょっとあの窓がついてますね。7階ですから、はい、開閉もちろんできます。もうそこはロッテですよね。金間歩いてすぐですね、金間があります。で、こんな感じ、クローゼットですね。で、まあ、ベッド掛け布団もちろん用意しますので、今とりあえず入居者を待ってる状態ですね。オーナーさん、あの契約決まればきれいに全部揃えてくれます。はい、こんな感じ。まあ、あのもちろんシーツとかこういったのはね、あのきれいにあの洗濯もしてくれますし、まあ、きれいな状態でお貸ししますというので洗ってはくれます。はい、ちょっと今蛍光灯の電気が切れてるので暗く感じますけども、はい、つければ明るいですね。こんな感じですね。はい、金間の真ん中でなるべく安くっていうオーダーに応えるためのお部屋だと思ってください。エレクトラックスのこれ乾燥機能付きの洗濯機がついてます。室内にありますね。はい、あとはこういう棚がねちょっとついてます。ちょっと汚れてますけどもね、綺麗に掃除はします。で、ここはまあどうでしょうね、あの一つ予備としての、 あの単身の、まあ、ベッド、シングルのベッドが置いてます。で、まあ、ここも窓を開ければね、風通しを取ることはできますし、各部屋には必ずエアコンがついてるというような感じですね。でここもちょっとした収納がありますので、はい、まあ、ご夫婦で住むのもよし、単身であればここは荷物部屋になるかもしれません。はい、でご夫婦であれば風邪ひいたらね、ちょっとあの別々に寝た方がいいかなとなりますので、そのための部屋で、ここはまあ、バスルームですね。バスタブはありませんけども、はい、シャワーでやっていただくと、はい、お湯タンクがちゃんと上にありますよね。はい、この上ちゃんとしますんで、はい、今の状況はまだ入居する前をいつでも管理メンテナンスできるような状態にしてるっていう、そういう状況ですので、はい、こんな感じですね。はい、一通り生活をするためのものは全て揃っているサービスアパートです。サービスアパートですね。はい、ここでね、だいたい家賃が、この2ベッドルーム70平米でちょうど500ドルですね。500ドル、税金は入ってません。レッドインブスは出ません。レッドインブスが欲しいよという場合は550ドルになります。はい、10% アップですね。で、この家賃500ドルに含まれてますのがハウスキーピングサービス、週2回掃除も、掃除はやってくれます。洗濯はそちらの中にある洗濯機を使ってご自身でやってくださいですね。はい、ハウスキーピング週2回掃除ですね。で、バスルームの清掃とかねやってくれます。あとはケーブルテレビの使用料とかインターネットの使用料とかも入ってます。はい、で、まあ、水道料金なんかも入ってますね。はい、で、まあ、一通りここの家具の使用料から全て、要はここで必要なものっていうのは、電気代ですよね。電気代毎月、締めて、月末で締めて来月翌月に請求をさせていただきますという電気代と、あと飲み水ですね。飲み水のボトル代、今ここにね、ウォーターサーバーはないんですけども、ちゃんと揃えます。はい、ちゃんと揃えて冷凍、冷水と熱湯が出るやつですねを入れます。はい、でその上にバスッとかはめ込む飲み水ですね、それはお客様の方で買ってください。19リットルの、ボトル、ウォーターボトルでだいたい300円ぐらいですね。はい、
どうでしょうかね。広さ的にはとても広くて、で500ドルなんで2ベッドで500ってなかなかないんですよね。はい、だいたいスタジオタイプでそれぐらいなんですけども、ここは2つ部屋がついて70平米、しかも階数は一番上の7階ですね。はい、なんでまあこういう帳簿がねパッとこう抜けてるような、はい、あの景色が一応あの見ることはできるですね。低層階ではありません。はい、ここで500ドル金間のど真ん中です。金間のど真ん中にある500ドルの2ベッドルームのサービスアパートですねのご紹介です。あのご希望等であればいち早くあのリビングまでお問い合わせください。以上、レポート終わります。